なんか例えばそのまあ接待にいくらまでお金を使うべきかみたいなのって割といろんな会社でもルールがあると思うんですけど、あのネットフリックス社って確か接待に対しての金額の上限がないんですよ。でこういう相手に接待使ってもいいですよとか使っちゃいけませんよとかもないんですよ。じゃあそれでじゃあその何使ってみるの、じゃあ俺全然キャバクラ行くわとかっていうような無能はいらないっていうのがネットフリックスの人の採用の仕方なんですよ。要は無能なやつをクビにして優秀なやつだけ働かせてるから、じゃあ会社としてそのこの人を接待してキャバクラ連れてった方が、例えばそのなんか優秀な監督接待してもらってネットフリックスオリジナルの作品作ってくれるんだったらもうキャバクラ全然使えばいいじゃんと。でもその無能が俺キャバクラ来てみたいなのでどうでもいい監督内接待するとそれは良くないよねと。なのでその一般の会社って無能を縛るためにルールっていうのを作らなきゃいけなかったりするんですよ。でも本当にみんなが優秀だったら別になんか接待費用なんてどう使ったっていいし、あの何に使ってもいくら使っても最終的に回収できればいいよねっていう話なんですよ。で何が正しいか、どういう経営判断が正しいかってその社長とか部長とかが全部わかってるわけじゃなくて、やっぱり現場レベルの人の方が情報多いので、この人にはお金払った方が絶対得だよねとか、この人は払ってもしょうがないよねっていう情報はやっぱり現場の方が多いんですよ。なので現場に権限を与える。だから例えばそのネットフリックスって各国でオリジナル作品作ってるんですよ。であのアメリカで作られたオリジナル作品とかも結構来てるんですけど、日本だとあのアニメとかちょこちょこオリジナル作品でやってみたりとかあるんですけど、でまあだいぶ失敗したんでそこ縮小するらしいんですけど、とはいえあの各国のそのネットフリックス の, あのスタッフにお金を渡してで面白いものを作るって、韓国だとイカゲームっていうので成功した例がありますけど、でじゃああれをアメリカのネットフリックスの偉いアメリカ人が韓国のどの監督に金渡したらイカゲーム作ってくれるかなんて分かんないじゃないですか。なので割とその現場の権限に任せるっていうのがあって、で日本の場合はなんかそのアニメ作らせた方がいいよねとか、なんか日本的なバラエティやらせればいいよねっていうのでやったんですけど、結果として日本人以外ほとんど見ないっていうものになっちゃったので、なんか微妙だよねっていうので、なんかアニメ系の予算を減らすみたいなことになったらしいんですよね。っていうのがあって、なので僕はあの頑張らない人をに優しいわけではなく、あの頑張らないというか、あの無能は頑張らせるだけ、あの席が埋まるからやめてくれっていう意味なんで、ここはあの一つ皆さん誤解されないように、あの40過ぎてビール飲んでるおっさんは別にあの優しいから頑張らない人たちを擁護しようとしてるのではなく、あの無能は社会の中に参加しなくても良いですよっていう意味で言ってるっていう、ここ誤解のないように、はい。